はい、皆さんこんにちは、レノンです。はい、ということで今回はタイトル通りさまよう鎧鏡でね、レベル上げをしていこうと思います。はい、ということで、まあ早速やっていくんですけど、さまよう鎧鏡はね、あんましね、特殊な攻撃がないんですよ。はい、であと複数体で出てくれる、まあたまにね2体で出るときがあるんですけど、まあそれは例外として大体3体か4体で出るんで、とても楽ですね。でその全体攻撃とかグループ攻撃が入るんで、そこが楽なとこですかね。3体倒していくつかな、3体倒して3800とか4000ぐらい、いやそんなにいかないかな。まあでも多分これが4800とかかな、わかんない、そんぐらいだと思います。あ、4444。はい、ということで結構ね経験値も高いし、でその出るところがキャンプの的なりなんで、はい、拠点があるということでね、あのメタル系を倒しに行こうとしちゃうと、そう拠点がないとこがあったりするんだよね。なんでそこを考えたらさまよう鎧はね、スピードも遅いし、なおかつ特殊な攻撃があんまりないので、はい、楽にねレベルを上げることができると思います。はい、ということでちょっとね、馬があった方がいいや、馬があった方がいいですね。で、そう、そして仲間を呼んでくれて、でなおかつベホマスライムあんま強くないんで、まあ経験値をね、まあ700ぐらいかな、まあ上乗せしてくれるっていう感じで、まあ平均ね、平均4000、平均大体1回戦って4000ぐらい入るんで、はい、ということでここは結構おすすめだね。まあこれも多分ね、なんかご紹介とかいうよりレベル上げしてみたっていう動画だと思うんでね、まあどんどんレベル上げをしていこうかなということで、レベルが上がんなくても拠点があるんでね、 MP はガンガン回復できます。はい、で結構ね出現している数が多いので、はい、倒していくうちにねまた新しいのが湧いてくるのが早いので、はい、そこのとこもね楽勝なところだ、楽なところだと思います。まあとにかくガンガン行こうぜか、バッチリ頑張れにしといて、全体攻撃あとグループ攻撃を連発してくれれば、余裕ですね。あ、まあそれを考えたら、あのグレイグのところはまあマルティナかシルビアでもいいですね。あのなんとか台風ってやつがある気がした。あ、あるあるある、オッケー、それがあるんで、はい、ということで、あ、命令させろにしました。グランドクロス、そしてマルティナはピンク台風、全体攻撃をするやつを連発しとけば倒せると思います、とか倒せますね。はい、はい、で覇王山と、こういう感じですね。もうあのこの辺の敵はキメラ以外は結構素早さが遅いので、それを考えると先制攻撃がね、あの相手より先に全然攻撃できちゃいますんで、はい、といったまあね、まあこんな形でレベ上げをしていきましたけれども、はい、あのご紹介動画ってわけ、あんなにここがいいよっていう動画ではねなかったんですけど、まあ僕はここでね、あのレベル上げをやっております。はい、ということでね、まあサマディ地方南西のキャンプ地、はい、ぜひ皆さんもねここでレベル上げしてみてください。はい、ということでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とよろしくお願いいたします。噛んだぜ。はい、ということで、それではさよなら、バイバイ、レノンでした。